さん結局行ったの？昨日何してたの？昨日も警察だったとか。やっちょさんお得意の。もうあんだけ自暴自棄になってるのはさ、あれ刑務所行く気満々だね。もうもう入る前提で動いてるでしょ。本音を聞きたいよね。ね、何を考えてんだろうね。全部わかってるはずだよな。加算されるとかも。あと禁錮刑以上、禁錮刑以上食らうと刑務所逆戻りなんでね。本人分かってんのよね。むしろ行くのあいつね、1年ぐらい長いぞ。メンツーの話によると被害届出すように動いてるって。ただ警察が受理するかどうか、店が決めることじゃないし、警察が受理するかだよね。ミュウツーなんかまた LINE 来てたよ。あの来週電話かかってくるって。あいつがなんかあの保護者みたいになってる。どういう立ち位置なのか知らんけど。お前の立ち位置はどこなんだよって。